皆さんこんにちは。島暮らしのタスクっていうこと、新宿線の藤田です。今回はマクロ撮影最終兵器ウィファインリングライトシリーズをご紹介したいと思います。今ノーティカムのハウジングポート船体についています。こちらウィファインリングライト1000ルーメンタイプでございます。リングライトなので被写体に影を落とすことなく全方位からの照射によって今までになかった綺麗な写真が撮ることが可能です。リングライトの効果は他にもございます。目玉がある被写体の場合は目の中にキャッチライトというリングを入れることができるので作品にさらに力が入ると思います。この初代リングライト1000ルーメンから最新シリーズ3000ルーメンシリーズが発売されております。少し大きくなったこちらが3000ルーメンシリーズウィファインリングライト3018シリーズです。マウントは1000ルーメンのタイプと同じ M67 マウント採用、各ポートにねじ込んで取り付けをします。こちらの3018シリーズは最大光量1800ルーメン、そして赤青の2つの種類の LED ライトを搭載しており、写真にエフェクトをかけることが可能です。またこちらの3018シリーズはエレクトロニックフラッシュモードを搭載しております。エレクトロニックフラッシュモードを使うと光ファイバーを経由してカメラの内蔵ストロボ、こちらと連動して発光することが可能です。こちらは最大で3000ルーメンの瞬間光の発光が可能です。光が苦手な被写体のアプローチなどはこちらを使うと便利です。このようなさまざまな使い方ができるリングライト MIC21 の各店でご覧いただけます。お待ちしております。